いともみです。今日は葛飾ラジオに出る前にちょっと柴又に寄ってみました。柴又駅で寅さんがいて、桜さんもいます。ちょっと探検してみます。柴又観光案内所。うわ、なんだこれ。ハイカラ横丁。あ、おもちゃ博物館だって。ちょっと入ってみようかな。こういうの好きなんだよね。どっかで見たことあるような。お耳屋さんだ。これ買ったの。これと、これ美味しそう。きなこ棒好きなの。これも好き。こちら漫画みたいなの。これ可愛かった。お菓子屋さん。あ、ちょっと今竹見さんから電話かかってきた。大丈夫だって大丈夫です。あ、なんか向こうの通りが帝釈天の通りみたいで、行ってきます。ここからが帝釈天の通りだそうです。おー、すごい誰もいないよ。ここじゃない、トラヤって。あ、ここだ。じゃあ後で買って帰ろう。なんか閑散としちゃってるね、ちょっとこれ。寂しいね、なんか。ここ開いてんの？ん？閉まってる、閉まってる。帝釈天まで着きました。中は広いんだ。鐘があります。日本庭園と彫刻の方に行ける券を買いました。400円。彫刻ギャラリー行ってきます。こっちでしょ。すごい彫刻。うわー、すごい。わわわわ、これ細かい。わあ、これいつの時代のやつだろう。立体的にするってすごい難しいよね、木でね。すごいね。祈願によって帝釈天が出現し、ご神水が湧き出る様子。帝釈天様ってなんかこんな感じなの。帝釈天本尊。次は日本庭園のところに行きます。あ、なんかさ、こういうの見るとさ、平安時代の貴族が、あの、今日は玉蹴りでもやりますかみたいな感じで、わかんないけど。庭の方に行きます。赤い絨毯。わあ、あ、綺麗。これ日本庭園だ。すごいすごい。はあ、はあ、あ、いいね、いいね。はあ、見てください、綺麗だよこれ。こんな日本庭園がこの中に入ってたんだ。お、今度は池がありますよ。池は鯉がいる。あ、こっちから見る風景もまたいいですね。あの、亀ちゃんがいます。亀ちゃんがいます。あ、こっち見た。もしもし、何を考えてらっしゃるんですか。わ、いっぱい鯉がいますね。すごい綺麗に整備されてる。癒されるな。いっぱいいるよ、ほら。ね、餌あげたいけどないもんな。
ごめんね、ご浸水だって。ご浸水です。あ、これで一周終わりました。彫刻館とあと日本庭園を回って帰ってきました。これ虎さんおみくじ入れてみます。あ、出てきた出てきた出てきた出てきました。じゃじゃーん、虎さんおみくじ吉でした。全くの話、銭さえあれば私は今すぐにでもお土産を買い込んでふるさとへ帰りたいのでございます。だってちょっと恋愛運を見るか。恋愛運がある。ほら、相手を束縛せず広い心を持つことでお互いの絆が深まるでしょう。出会い、機会は少ないが一つの出会いが長続きする。まあいっか、まあ吉だから。はい、じゃあ帰りましょう。帝釈天があってミュージアム、寅さんミュージアム行きたいんだよな。じゃあ帰りに団子買って、次は寅さんミュージアム行って、そのまんまラジオに突撃したいと思います。これこれ、ここここここでしょう。ください。はい、熱い。これを2つください。はい、1200円になりますね。はい、2つ買いました。ここが寅さんのやつなんですか。そうですね、4作目まで撮ります。あ、4作目まで撮ったのか。じゃあどうもありがとうございます。天ぷら美味しそうだな、食べたいな。だけど一人で入る勇気がない。あ、もう終わっちゃったんだね、ここね。暑い、本当に暑いです。帝釈天から400メートルって書いてあったんだけど、もう激暑で歩くのめんどくさくて、これから車でトラシャンミュージアムまで行ってきます。そして、ね、今ねカーナビ入れたんで行きます。4分か、歩けたな。1キロだって。トラさん寝てるよ。はいはいはい、いたいた、社長、社長いた、この人。ミニチュアの雰囲気だ。うわぁ、今日これ何、これ。うわぁ、いやぁ、寅さん記念館ね、よかった、いい感じで。今ここは柴又公園、すごいね、土手があるの。ちょっと行ってみようかと思います。こんな感じになってますね。昔さ、嫌われマツコの一生とかいうさドラマがあったんだけど、ここ、こうやって通ってったような気がするんだよな。なんかこんな雰囲気だったもん。ちょっと降りてみようかな。なんかここら辺が矢切の私の場所らしいです。矢切の私って、矢切っていう性格の私だと思ってたの、全然違ったんだよね。あっち側もなんかあるんだよね、東京側と向こう側ってあるみたいで。矢切の私か。いやー、まあいろいろちょっとね、この短い間でちょっと柴又を観光しました。山本亭っていうのがね、あそこにあるんだけど、カメラかなんかの、なんかカメラを作った人かなんかの豪邸だったらしいんだよね。そこをね、ちょっとぶち切っていきます。すいませんね、通らせてもらいます。やっぱね、昔でも金持ちだったんだね。家にこういうのがあるってすごいよね。なんで私金持ちの家に生まれてこなかったんだろう。でもお父さんとお母さん好きだから、貧乏でもいいや。よいしょな、よいしょ。はい、出てきました。
山本って山本工場っていうカメラのある場所みたい。はい、暑かったで、寅さん記念館ももうちょっとしか見れなくて、まあ、あの土手のところとかもこう歩いて、矢切の私のあるかなと思ったけど、ちょっと一本間違えて入ったみたいで見れなかったんですけど、なんとか柴又を観光しました。これから葛飾のラジオに行ってきます。見てくれてありがとう。じゃあねー。